それではただいまから知事の記者会見を始めます。知事よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。今日は、まずは報告案件から、オープンシリアドムの100年アカデミアというプロジェクトを発足させていただきます。はい、来年の1月10日にオープンシリアドム100回忌を迎えます。ここにありますけども、3回さらに規制されておりまして、ちょうど 2回総理に、大隈公はなっているわけですけれども、その直前には必ずさらに規制をしていたということでありまして、で最後に規制したのがこれは亡くなる5年前ですかね、1917年ということでありまして、非常に人気を博したわけですけれども、その後維新博では大隈公の銅像を作ったりとか、メモリーズをやったりとか、で現在は大隈公の小説に銅像がまだ続行中ということで、いよいよ100回忌ということであります。はい、ということなので、そこからの1年間、来年の1月10日からの1年間を大隈重信100年アカデミアということで、さまざまな大隈の情報発信をさせていただこうと思っています。もちろん最初に鉄道を走らせたのが大隈公でありますし、スポーツ関係も、この前早慶戦で、劇的な早稲田がホームランで逆転優勝を飾ったという話もあります。維新祭りですとか、演劇だとか、それから小説ですとか、完結予定の小説だとか、こういったことで大隈ムーブメントを起こして、この1年を集大成の年にしたいと思っています。ということで、この100年アカデミアの入学式を1月9日に内村記念体育館で行いたいと思っております。内村の体育館の周りにはさまざまな記念プレートを置こうと思っておりますけれども、早稲田との連携についてもこのお披露目をしたいと思っています。その他、イフードの伊藤純先生にも指示をいただいたり、早稲田の応援部にも来ていただいて、コンビニの空、今 NHK の朝ドラエールで小関裕太さんのホットですけれども、コンビニの空もその作ということであります。はい、ということで、大隈公の偉業に学び、佐賀の未来を思い、佐賀の地に種をまいていきたいと考えています。よろしくお願いします。はい、続きまして、佐賀野球王座奪還プロジェクトということで、佐賀球児が輝く環境を作るプロジェクトを今実施しております。これ市村記念館の前にあるプレートですね、2枚佐賀が優勝した、全国制覇をした2枚が掲げてありますけれども、夏の甲子園の優勝回数を見ていただくと分かるように、一番九州で言えば近いのが沖縄の興南高校ですからね。でその前が佐賀北、その前が佐賀商業、その前が確か福岡の、西日本短大付属だったと思いますけれども、ということで、長崎熊本宮崎鹿児島はまだ1回も制覇したことがないということで、我々は本来お家芸であります。はい、で何をやろうかと考えているかというとですね、まずはですね、中学生で軟式野球やってる皆さん方がおられますので、中3で大会が終了後、高校の硬式野球を体験するというのを、佐賀の高校生たちとの交流も実現して、これは秋山鳥栖地区で今年実施しております。こういったことを全県的に広めていきたいなと思っています。今のうちから高校生と馴染んでおくとですね、県内高校に進んでいく方も増えてくるんじゃないか、簡単に言うと選手の県外流出が激しくて、それを抑えるということも極めて大事なことだと思っております。いろいろ迷っていたが、県内高校で野球したいという声を寄せられております。はい、その他にやっているということというと、今年はその中学の軟式野球に初めてオールサガという選抜チームを作りました。そしてユニフォームも皆さん方に統一したものをやって、
本当は他県との交流試合を組むはずだったんですが、今年はちょっとコロナでそれが叶わずに、平松さんと練習をし、佐賀銀行さんと交流試合をするということで、これも私も見に行きましたけれども、 2試合やって1対2と0対3だったと思いますけど、極めてすごくいい試合をして、非常にみんなが最初のうちはぎこちなかったんですけど、だんだんみんなで仲良くなるという構図が見られました。それから中学はですね、軟式の他にもう直接、硬式をやっている皆さん方が結構おられるわけでありまして、普通このリーフが別々にあるもんだから、普通は県内でそのお互いのリーグが戦うってことがなくて、九州大会とか全国大会っていうことで、これ不思議な世界なんですけど、バラバラだったんですけども、今年はコロナで県外に行けないということで、じゃあ県が温度を取って、これみんな佐賀県内でいつもは違うリーグだけどやってみようということで、4つのリーグが集まって、こういう大会ができました。ボーイズ1つですね、参加できなかった、タイミングが合わなくて参加できなかったところもあるんですが、来年は全部のリーグで県内大会をやっていこうということで、みんなが盛り上がって、そういうことをすることによって、やっぱ佐賀県野球選手ということの思いが出てくるんじゃないかということで、私も両方今年は参加させていただいて、みんなで佐賀県の野球盛り上げるぞという話をさせていただいた。その他にはもうご案内通り SSP カップもですね、我々もすぐに大会最初にやるよということも決めて、こういうふうに、これは早稲田佐賀の3位のシーンですけど、もうみんな負けて大泣きしている中で銅メダルを授与させていただいたということで、やっぱり佐賀で野球やってよかったなとみんな言っていただきました。それから県立高校の今度の入試では、推薦枠を大幅に拡大を、これ教育委員会の方でしていただいて、野球の枠は87名もアップするということでありますので、これは県内だけでなく、県外の選手も佐賀県の県立高校で野球がしやすい環境が整ったということも言えるんじゃないかと思っております。はい、さらに、今年ですね、今年度の授業で、スコアボードを大型スクリーンにということで、こんな形になります。でここのスクリーンはスコアボードじゃないときはこんな感じで、ビデオになったりとかですね、こう行ったり来たりできるっていう、そんなような形になりますし、それからグラウンドの土壌を改良してですね、できるだけ今年の SSP もなかなか水はきが悪くて厳しかったので、大胆に改良して、佐賀の野球選手が憧れるようなそんな球場にていきたいと思っています。でもこのプレート設置はさっき話しさせていただきました。それからライオンズの佐賀東高校出身辻監督ですとか、カープの監督だった鳥栖高校出身の岡田さんに SSP のアンバサダーをやっていただいておりますし、こうやってこの両者のオープン戦などを続けているうちに、今非常にネットワークもできまして、で来年はいよいよ12年ぶりにこうした佐賀県営で、巨人対広島戦の公式戦が実施されるということになりました。はい、ということでありますので、深紅の優勝旗を再び佐賀に持っていきたいと思っています。私が知事になってから6年連続初戦敗退をしておりますが、2度あることは3度あると言いますので、3度目狙ってみたいと思っております。はい、続きまして、世界一幸せな国とのタッグということで、フィンランドに触れ、フィンランドに学ぶというプロジェクトであります。きっかけはこの来年開かれるであろう東京オリパラなんでございまして、フィンランドさんの方からも非常に佐賀の環境は素晴らしいということでお声掛けをいただいて、16競技だったですかね、佐賀での事前キャンプを実施予定ということで、予定通りいきますと7月の中旬頃には佐賀の方に来ていただくということになっておりますけれども、もともとの本大会自体の開催というところが大きくそれに影響するわけですが、実施されるということになりますと、フィンランドとの温かい交流ができるんじゃないかということなんですが、単にスポーツだけということではなくて、さまざまな面での連携をこれから考えていきたいと思っております。
改めてフィンランドなんですが、世界幸福度ランキング3年連続1位ということで、あります、まあ、他にはオーロラですとか、それからサルゲンも最近サウナで売ってるんですが、サウナ発祥の国だったり、それからフィンランドデザインだとか、サンタクロースさんというところでも有名です。で、取り組みとすると、私もフィンランド行かせて何年くらいかな、行かせていただいたんですけれども、本当にこのネウボラ、子育て系はですね、もう妊娠からずっと同じ保健師がいつでもカウンターパートになってくれてるっていう、このネウボラっていうのは本当に素晴らしい制度だなと思っています。それから女性が首相を含めて、34歳の首相を含めて内閣の半数以上が女性ということで、男女三角も進んでるというか、当たり前のこととしても成就している。で、教育も大学まで授業料無償で、学校間のレベル差もなくてということだとか、それからマースですね、最適な交通手段を検索して、で、自家用車で行くっていうのが非常にダサいことだ、かっこ悪いことだって彼らが言ってましたのが非常に印象的で、環境問題に対する意識というのも非常に進んだ国だと認識しています。こういった魅力に触れて、学び連携を進化していきたいと思っています。はい。まず触れるですが、今度12月の12、13にアバンセとどん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 森で、フィンランドフェアをやるということでありまして、伝統楽器カンテレの名前にする演奏ですとか、デザインスタイルに親しんでもらったりとか、フィンランドの人々のこのシス、魂みたいなものですかね、フィンランド、そういったところが学んだ幸せの極意だったり、ムーミンバレーパーク、これは埼玉の半分にできたばっかりのパークらしいんですけども、そこからムーミンちゃんがやってきてという取り組みだとか、県民の皆さんにフィンランドと親しんでいただく取り組みをしたいと思っています。はい。これはもう一個学ぶですが、このネウボラ関係というものをずっと我々意識しながら子育て主体で取り組んできたんです。で、やはり何がいいかっていうと、もう妊娠期から出産、そして就学前にかけてずっと切れ目のない支援制度があります。担当の保健師が子育てに関する層にワンストップでずっと対応しているということで、我が国の場合は妊娠して、産婦人婦人科だとか、そういった病院に行くっていうのが一般的な姿だと思いますけれども、もうこちらの方はもうすぐそういった意味で役場っていうか公共セクションとのネットワークがもういきなりつながっていて、話し合えていろんな意味で相談相手になっていただくということで、素晴らしい制度だな。いや、もちろん消費税、付加価値税が非常に高くて、そういった社会保障制度がまた我々とは違うということももちろんあるわけですけれども、それにしても、非常に子育てには良好な関係だということで、ここに2本書いてありますね。まず病院に足を運び、必要に応じてさまざまな県に足を運ぶということで、そのたびにこう行って、やっていくということで、特にフィンランドと比べますと、妊娠から出産後1ヶ月の間のママとの接点、つながりが少ないということが課題だと思っています。いつでも相談できる体制っていうのがあると、がぜん子育て、特に妊娠期も含めてですけれども、さまざまな悩みを抱えている、お母さんにとって、大きな手助けになるというふうに確信しています。はい。ということで、今回、フィンランド大使館とも相談させていただきながらですが、ユネヒトさんという、ママリという、コネヒトさんという、ママリを運営している会社と、連携していくということでありまして、2019年に出産した女性の3人に1人がこのアプリを利用して、簡単に言うといろんな相談ができるアプリです。Q&A でいろんな悩みがあった時に、先輩ママがいろんなことを教えてくれたりとかですね、そういったことをして、家族を話そうということをキーメッセージに、多様な家族像の実現に向けたサービス事業で展開している、KDDI の子会社ということであって、非常に佐賀県が考えているコンセプトによく似ていて、
家族の数だけ形があって作りたい未来があるということで、それぞれの、ご家族、それぞれのお子さんに向き合っていきたいと思っています。ということで、ママや家族とのつながりづくり連携協定というのを結んでいきたいと思っています。ママリと連携して、コネヒトさんもですね、いろいろ新しいサービスというものを考えているらしいので、我々のフィールドと一緒に連携しながら、市町と連携したサービスができないかということを模索していきたいということで、ママおよびその家族と市町の職員がつながるための新機能の開発実証ということであります。だから実質的にそういったネットによって、ネウボラ的な常に相談できる体制を構築したいという意欲ある事業、情報を届ける機能、アンケートを実施する機能、そして何よりも保健師さんが専門職員が助言する、ママ同士では解決できない悩みなどに対してお答えするというようなシステムが作れないかということでありまして、今月の25日に北口社長と私の方で、協定の締結式をしたいと考えています。はい、ということで、東京オリパラのレガシーとしてこれで、もうせっかくフィンランドさんとはお付き合いが強くなったので、これからずっと関係を深めていって、佐賀県のさまざまな幸せにする政策に生かさせていただきたいと思っております。はい、続きまして、佐賀都構について、進化をどんどん続けておりますけれども、スタンプラリーコースの登場についてのお話であります。はい、今もですね、2つのスタンプラリーコースがあって、野間佐賀のマンホールをこう歩くというやつと、吉野ヶ里歴史公園の中をこうスタンプラリーですね、佐賀都構を持って歩いていて近づけるとこうペッとボタンを押すと反抗がくっついていくというシステムで、皆さんもやられてますか？ぼちぼちですかね。非常に、ぜひやっていただきたいと思いますけれども、でスタンプを集めますとさまざまなサービス特典があるということ、それからコースクリアでオリジナルグッズをプレゼントというのがロモサガには設定されております。そして今月から、はい、新たなコースを続々と設置したいということで、県内すべての市町のとのスタンプラリーコースを配信したいということで、11、12、12とうち佐賀県は20ありますから、5つの市町ずつに順次コース設定をしてスタンプラリーを楽しんでいただこうという企画であります。はい、例えば他区のコースだとこういう形になって、中心市街地で迫力あるウォールアートを探していくということでありまして、ボンド君がいたりもしますけれども、こういったところでこう各市町ごとにですね、このラリーが楽しめるということで、あります。はい、で、楽しみ方もいろいろでありまして、スタンプを集めて楽しむということもありますし、 SNS であなたの街を歩こうキャンペーンに参加するだとか、歩こう佐賀県のフォトコンテストに参加すると、いろんな楽しみ方ができて、九州一周のこう歩くコースとか、ばあちゃんの歩くコースとかいうのも今ありまして、結構タフですけれども、そういったいろんな楽しみ方をこれからも知っていただいて、今は5万4000超えたかなぐらい、まだ1年1ヶ月ぐらいですけど、非常に多くの方々に親しんでいただいているので、ご案内の通り佐賀県は非常に糖尿病予備軍含めた数が全国ワーストということで、その大きな原因は歩かないことだというふうに思っているので、ぜひみんながこぞってこういろんな車だけじゃなくて、歩いて街を歩くということを、県民の皆さん方にしていただくと、いろんな意味で、いいことが起きるんではないかということを期待していると思います。はい、坂床を持って、出かけようということで、普段マイカーで行くところを歩いたり、自転車バス電車を利用したり、そういった生活の速度が変わっていくと、出会いや交流も増えて、町も人も元気になっていくと思っております。11月20日には、さらに偉人像、佐賀城周辺を回るコースも合わせて公開したいと思っております。ご期待いただき
さらにこれここからとはもうお知らせです。サッカーナーについては続々と評価を強くしておりますが、まあ、第5弾につきましてはだいぶ、なんか全国でも報道されたようでありますけれども、佐賀 県庁内に、10人程度の方を受け入れるというような第6弾ではサガンビューティーウィークエンド、サガのさまざまなこういうコスメ系の商品を全日空の皆さん方にプレゼントするという企画で、第7弾は逆に全日空の皆さん方の、オーケストラが佐賀県内にツアー来ていただくということで、12月の24、25、まさにクリスマスイブとクリスマスだね。24、25に来ていただくということが今内定しているそうでありまして、まあ、さまざまな箇所で、オーケストラを楽しんでいただけるということでありまして、ますますこれウィンウィンの関係を続けていきたいと思っています。はい、続きまして、佐賀鹿児島交流プロジェクトエール2023なんですが、ご案内の通り23年はコロナで苦しんでいる鹿児島さんに、お譲りをすることになりまして、佐賀県は1年ずれるということになりましたが、これを双子の大会として、鹿児島さんとパートナーシッププロジェクトということで、もうスポーツだけでなくてさまざまな文化や学生の交流だとか、そういったことの交流をやっているというこうロゴマークを作って、今日は鹿児島の塩田知事も同じような発表をしていると聞いておりますけれども、お互い連携しながら将来に向かった交流をしていきたいと思っています。まあ、これは10月3日に呼ばれて、鹿児島さん今 J3 ですけれども、その試合前に佐賀ありがとうイベントみたいな形でやっていただいた時のことでありまして、まあ、本当に多くの鹿児島県民さんから佐賀県ありがとうというお声をかけていただきました。はい、それから今月は障害者月間ということでありますけれども、我々条例を作ってですね、障害者 の差別を撤廃していくとか、合理的配慮していくとか、何よりも心のバリアフリーを撤廃していくという政策をやっているわけですけれども、さまざまなイベント、マルシェですとか障害者スポーツフェスだとか、こういったところをなんかちょっとずれてますやっていきたいと思っているのと、あとですね、カード型の障害者手帳の交付を開始したいと思っていて、来年の1月から紙製だけじゃなくて、こういうなんか免許証みたいなこのカード型のものも選べるということで、携帯性と耐久性がアップするということ、これを選べるのは先月東京と大分の2県が2都県が始めたというふうに聞いておるので、うちもこれやったら3件目ということになります。障害者の皆さん方が非常に使いやすいような形で選ぶことができるという、こういう形ですね、ということでありますので、できる限りそういった意味で、みんなが互いに、支え合うような、そんな佐賀県を作っていきたいと思っています。はい、さらにですね、鹿島の地域振興を一生懸命今やってるんですけれども、このバイパスですね、207のバイパス、これずっとこれ昭和49年度からずっと やっとったんですけど、やっと完成するということで、年内に全線4車線化。いつもこの有徳神社に行くときに、ここだいぶ正月だとかそういったときはもう大渋滞をしているところなんですけれども、4車線がやっと実現できるということで、非常にこれから期待ができるんじゃないかな、鹿島多良エリアのですね、振興になるんじゃないかなというふうに思っておりますし、こういった有徳稲荷神社さんとか、それから産業振興にも、そして交通事故の減少にも、混雑緩和にも、今2車線なんでこんなふうになってしまうんで、大いに期待しているところでございます。なんとか年内に完了してオープンさせていただきたいと思っております。はい、ということで、今コロナで厳しい状況でありますけれども、
一つになって乗り越えてチームサガを佐賀で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは質問をお受けしたいと思います。幹事社共同通信の日賀から、弊社からまず大きく参考力について質問させていただきます。まずコロナ対策なんですけれども、知事は昨日、明日からの3連休を含め今後、首都圏に加えて北海道中京圏関西圏への移動の自粛を要請されました。改めてになるんですが、この判断に至った理由や、現状の意識についてお聞かせください。はい、もう本当に今日それこそ大曲先生来ていただくことになってますけれども、東京がなかなかずっと減らないっていうところを非常に我々危惧していたわけでありまして、人の行き来は GoTo などによってなされていたので、それがやはりこの東京だけでなくて、首都圏、そして近畿圏、そして中京圏、そして、札幌ということになったことに非常に危惧を感じております。その中で、私はいつもこの九州というところを意識してやってるわけですけれども、福岡県さんが大体今20-30ということで、他の地域に比べてみると抑えきっている状況だと認識しています。そうした関係から佐賀県で発生しているものというのは、ここのところ数件、昨日は6件でしたけれども、これ全部それぞれ、ご家族関係、逆に言えば家族には本当にすぐ瞬間的にこう陽性が出るんだなというのがここのところの特徴で、だから数がどうしても出る。我々としては抑えてはいるけれども、数字としての数は大きく出てしまうということだと思っております。そうした意味で、我々とすると今非常にもし市中に第3次感染ということで、広がっている地域ということに対しては、この3連休についてはできる限り、行かないでほしいという話をさせて、これ昨日出したやつですけれども、改めて、感染が急激に拡大している地域との往来はやむを得ない場合の時、できるだけ自粛していただきたいというふうにさせて、いただいております。で、一方で、先ほど申し上げたように九州内は全国との対比で言えば今時点において、落ち着いている状況と認識しているので、この3連休については県内、もしくは九州内など感染予防をしっかりと行いながらお過ごしいただきたいというふうに、申し上げたいと思います。東京の報道を見ていると全く違う報道されておりますけれども、佐賀県民の皆さん方にはぜひこちらの方を参考にして、お過ごしいただきたいと思っております。すみません、この点に関して GoTo トラベルの言及がありましたけれども、ある意味移動の自粛という話と GoTo トラベル、個人へのその移動の自粛を制限しない政策というのもある意味別の方向を向いているわけですけれども、国に対してですね、コロナ対応はそういった経済支援策について意見や要望があればお願いします。はい、これもかなり申し上げてるんですけども、国が示すべきことというのは、今どういう状況にあるのか、だから科学的分析も含めて第一次第二次と違ってどういうところが今問題で、逆に今問題でないからGoTo トラベルがやっても大丈夫なんだと、である程度はこのぐらいは受容しながら社会経済活動を前に進めていくんだとかですね、そういうメッセージをいただけると非常にみんな分かりやすいと思うんですね。だからそのあたりが例えば北海道の鈴木知事がなかなか動員にしてみると分かりにくいっていうふうな話が出てましたけれども、そういう形になってしまうんであって、知事が自分の中でこう県内の状況を踏まえながら判断していくっていうこと、これは私はいいことだと思うんですけれども、国として見るとその、全体としての大きなコロナ対策の進め方っていうところの大局観をぜひ出していただきたいなと。その上で各知事が地域の実情、これバラバラなのでそれぞれですね、それを踏まえて県民に呼びかけるという形がいいんではないかと思っております。
ありがとうございます。2点目は九州新幹線長崎ルートに関してです。先日国交省が北陸新幹線の金沢敦賀間の開業が2023年春から1年半遅れるとの見通しを示しました。これによりその敦賀伊勢の着工も遅れる見通しになるわけです。でこの区間とのセットの財源、議論という観点からは新都市武雄温泉の整備方式に関する議論にもその時間的な猶予ができるという見方があります。それについてどう、受け止められますか。見ていらっしゃいますでしょうか。はい、北陸新幹線の話というのは衝撃を受けたわけですけれども、まずですね、その非常に建設費がさらに増幅するということであって、さらに2880億円増えるということで、その前年には2260億円増えるという、これは我々、西九州ルートも5000から6200に1200増えたわけですけど、さらに去年に引き継いでということでありまして、これ調べてみますと、もともと平成24年に認可されたときはこの北陸新幹線金沢敦賀間は約1兆1860億円で認可されているんですね。で、今もうすでに、1兆7000億円ですから、認可されたときに比べて5140億円43.3% の要は 143% にもう増えてしまっているわけです。ということが我々もう前からですね、じゃあ佐賀のこの区間を、新都市武雄温泉間を、この今6200億円ということになって、これもう同じ数字なんでね、6200億円ということになってるんだけれども、そのうちの佐賀県の実質負担が660億円と言われてますけれども、これ自体も非常に条件に条件を詰めた貸付料がもうただ課題にうちに来るというさまざまな条件をつけた上での数字だと思うんですね。いやこの貸付料だってもうずっと先の部分も食ってるし、いや今回の北陸新幹線の部分でまたこれ貸付料どうなっていくのかっていう話もねありますよね。まあ、いろんな要素が重なってやはり新幹線というのは先が高い方に触れるもんだ、そして、先行きが見えないものなので、やはり我々は固め固めにしっかり点検しておかないと、後ほど問題になるということ、それから比嘉さんの質問にあった若干伸びるんじゃないかということですけれども、我々の問題点というのはやはり特急が激減してしまうと思っていて、ですからその今非常に快適な在来線というものがどうなってしまうのかというところが最大の課題で、さらにこの財源問題、そしてさらに言えばルート、今国交省さんが示しているルートは駅を通るルートってもうそれに限られているわけですよね。これも、山という方もおれば空港という方もおられますし、まあ、そういったところというのもしっかり分析しなければいけない話だと思うんです。それにさらにその地域振興、そしてこれからまた時代を変わっていくので、なんてことを考えると検討すべき課題というのは多々あります。ですので幅広い、協議ということで、その短期間に決められるものではないというのは事実上長い時間がかかるというふうに思っているので、この北陸が伸びたからその間にというようなそういう問題ではないと思っております。ありがとうございます。弊社から最後です。オスプレイ佐賀空港へのオスプレイ配備計画に関してです。漁協が防衛省による、地権者説明会の開催を乗り用聞こうというふうに、決めました。このことについて受け止めをお願いします。来春より前の開催について、検討を逃したりというか、調整をしたりするのか、あるいは漁協の考えを尊重していくのか、いかがでしょうか。はい、佐賀空港の自衛隊使用要請につきましては、9月10日だと思いますけれども、有明海漁業内の検討委員会で、地権者の意向を確認した上で漁協として判断するという話になったわけです。そしてそれを受けて10月の26日に、
組合長と県も同席の下で、防衛省さんと地権者が属する関係4支所ですね、4支所の代表者との間で、地権者説明の時期方法などについて協議が行われました。でその時に、地権者説明については、漁業者、非漁業者ともに今期の乗り漁期が明けた後のなるべく早い時期に行うこと、そして具体的な日時などについては今後調整していくことが確認されましたというところまでです。で今まさに秋目の真っ最中ということですので、今後そういった日程調整といったところについて、県としても必要な協力をしていくという状況だと思っています。ありがとうございます。ゆかり社西日本新聞です。大きく分けて2種類質問します。サバントスについてなんですけれども、サバントスの運営会社が今年の決算見通しが10億円の赤字になることを発表しました。 JD から9月に経営状況を是正するように通達を受けていますが、コロナ禍もあり厳しい状態が続いています。竹原社長は先日の会見で行政の支援が必要と述べておりましたが、佐賀県はすでにもう1億円を支援していて、知事はもう今回限りと発言されております。県としては今後どのような支援を考えているか聞かせてください。まずですね、今年はもう新型コロナの影響で、全てのクラブが大きな影響を受けております。その時にこの地方クラブでありますサガントスというのはより深刻な打撃を受けて、非常に今厳しい状況だと思います。我々とするとこのサガントスというのは夢と希望であって誇りであります。そして、これから佐賀県を盛り上げていくときになくてはならない、大切なチームだと思っているので、先ほど北島さんの方からお金の話がありましたけれども、基本的にそのお金をただ渡すということだけが支援ではないと思います。これからしっかりサガントスが県民市民に愛される、そして特に若手の育成なんかも非常にうまくいっているところがあるので、そういう筋肉質なチームになっていくという過程を経済界も含めて県がいろいろこう温度を取りながらいろんな支援をしていくっていうようなさまざまなやり方っていうのは考えられると思います。ですので、これからこの経営という意味で、今サガントスさん自体がいろいろ検討されているので、そういったところを踏まえながら県として、最大限の支援をしていくということだと思います。もう一つ別の問題ですけれども、木山町の女性が暴行されて亡くなった事件についてお聞きします。事件前に女性の家族が佐賀県警に繰り返し相談していたことが分かっていますが、県警は対応に不備はなかったとしています。県民からは県警の対応を疑問視する声が上がっていますが、知事はどのようなご所見をお持ちでしょうか。はい、まず事件で お亡くなりになられた方と、そしてご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げたいと思います。その上で、県警さんの対応についてですが、あくまでも県警は我々とは別の独立した組織です。本部長さんは国家公務員でありまして、私との関係はまだないということでありますので、それはもうつかさつかさといつも申し上げてますけれども、警察さんはぜひ県民に信頼される警察としてしっかり対応していただきたいと思っております。そして本日、確か午後県警では本部長さんが出席されて定例会見が予定されていると聞いておりますので、その場で本部長さんからお話があると思います。この事件で県警は対応した署員などには聞き取りを行っておりますが、遺族からは聞き取りを行わずに調査結果を取りまとめました。さらにトップである県警本部長は今の現時点ではコメントを出していませんけれども、このような対応について同じ行政機関としてどのように思われているかお聞かせください。かなり厳しい質問ですけれども、私は幅広くさまざまな人の話を聞きながら開かれたところでっていうのがいつもの考え方です。で警察さんは警察さんとしてまたそれぞれ独立してそれぞれの考えの中でやられているので、我々の方でその中身についてコメントするのは
それこそ不適切だと思うので、しっかりこれは法務長さんが警察さんなりの考えを明らかにされると思います。ありがとうございます。会社から言うです。はい、それでは質問のある者挙手をお願いします。はい、高田テレビ。高田テレビの住民と申します。11月補正予算の中にある、佐賀誓いの鐘という件についてお伺いします。3点をお伺いします。まずこの政策の意義と目的を改めてになりますがお話しください。2点目、これを最初に発案されたのは知事ご自身なのかどうかを教えてください。そして3点目はこういう方法を、取ったことについてです。経風園と佐賀県の関係は分かりますが、もっと低予算でより直接的により多くの人に呼びかけられる方法もあるんじゃないかと思うんですが、なぜ今800円近くも予算をかけて鐘を製作し、それも県庁舎に設置するという方法を取る必要があるんでしょうか。教えてください。まず意義等に関してですけれども、これはまず発案したのは私自身です。でそもそもこれはご案内通りと思いますけれども、経風園に鐘を設置したということを発案したのも私で、それは私が毎年経風園を訪れている中で、向こうは希望の鐘です。ですから佐賀県も非常に差別をして、大切な県民を隔離施設に置いてしまったっていうことをこれ強く反省しなければいけないと思っています。でその皆さん方の中話を聞く中で、出られる方がたまにおられた。で、出所される時に鐘が鳴った。あ、出られることがあるのかな、あるのかもしれないなっていう、その鐘の音が希望だった。ただそれは錆びついて、今聞くことができないという話で、我々はやはりそのハンセン病に対する我々の今までの過ちということをこれ猛烈に反省して、それを県民と共有したいということで、佐賀県として、その希望の鐘の費用をこれ支出させていただきました。で、今回ですが、今回この新型コロナウイルスの関係で非常に多くの小学生たちが県庁訪問をされています。今まで県外に行ってたものがもう県内にということで、県庁に来ていただいてるんですけれども、私もいろんなところでその子どもたちと話す中で、この子どもたちの世代になった時にそういうまずハンセン病とかいったようなこう差別ということをするような子どもじゃなくて、本当にお互いがこういたわえてるようなそんな佐賀県をこのことを知事に作ってもらいたいなと思ったことと、さらに今新型コロナウイルスで非常に誹謗中傷だったり石投げられたりっていうそういうことがもう本当残念なことですけれども県内においても起こっているということがちょっとあまりにもこう痛い、そういったことを考えたときに、この子どもたちの県庁の見学コースのバスに乗る前にそういう佐賀県が今までやってきたことと今のコロナでそういうことをしちゃいけないとか、そういったところが伝わらないかなと思いました。熊本の県府にも浜玉の小学校だとかいくつか行ってもらっているところありますけれども、こんなに県内の学校がここに来てくれるんだったら子どもたちにそういった歴史だとか、そして今まさにこのみんなコロナっていうところでマスクをつけながらやっている、その時に気をつけるべき人と人のなせる技って何なんだろうかっていうことを子どもの頃から分かってもらえれば、ピロリ菌じゃないけれども生涯の佐賀県に大きな布石を打てるんではないのかなと思ったわけでありまして、そういった意味からすると、これからどれだけ多くの子どもたちがそれを見ることになるのかと考えたときに、決して僕は高い費用ではないと思っています。もちろんみんなに下敷きを配ったりするようなやり方とか今までもやったりしてたけれども、やっぱりあそこで金が鳴ることになるわけです。たまに県庁でカランカランと、その時に改めて自分たちのやってきたこととかこれからやるべきことに対する継承、自分たちへの金の音がという意味で非常に大きな導きになるのではないかと考えております。
はい、予定した時間となりましたけれども、少し時間を延長して、あとお二人質問を受けさせていただきます。じゃあ、古谷さん。すみません、佐賀新聞の栗林です。今日与党検討委員会の方が開かれておりまして、山本構造委員長が、PT として、佐賀県の負担軽減の試算をするというふうに、記者団に述べています。もう一つ、JR と国が来週にも、在来線についての協議を開始するというふうにも言っています。知事はかねて新しい提案があれば話を聞くという姿勢を示されていますが、今日の検討委員会のそういった内容についてのご所感をお願いします。もう全く検討委員会が開かれるという話だけしか聞いていないので、具体的にそこで何がなされた、どんな話がされたのかって今栗林さんから聞いたばっかりなんだけれども、まあいろんなこと議論されていることはいいことだと思いますので、そういったところについてまた新しい話があればしっかり私も聞いていきたいと思います。はい。はい、では最後、では福井さんお願いします。朝日新聞の福井です。2点あります。1点がオスプレイなんですけど、今週の月曜日に九州防衛局に空港周辺の自治会長会の会長さんたちが、住民説明会を自分たちにもということで要望に行かれていると思うんですが、局長が年配のもともとアポイントは取っていたんだけれどもキャンセルされたということで、説明会の順序の話については知事からも以前話し合ったと思うんですが、局長にと住民が会うという直接理解を求めるチャンスだったのではないかなというふうにも思っていて、その対応について知事がどう思われているか。飯さんから改めてお話があったので、もうそもそもの考え方からお話ししますと、今の防衛省の計画についてのポイントは、漁協さんが覚書をどうするかっていう話と、それから実際に地権者さんが土地を売っていただけるのかっていう話だと思っています。これはもう、かねてから、私、知事になってからもうポイントだっていうふうにもさせていただいたんだけれども、そして覚書付属資料をどうするかっていう漁協さんについては、それは地権者さんの意向をっていう話が先ほどお話したようになりました。ということは、地権者さんがどうするかっていうのは極めて大きな話になってくると思うので、やはりそこが一つの課題。だから その時に事業主体である防衛省さんがどのような形で、地元の地権者に向き合っていくのかっていうところが極めて大事だと思っています。ですので、今回 その局長さんがお会いになるならないというのは私はちょっと事情はよくわからないけれども、基本的にはもう徹底的に国防ということで、お願いをするんであればね、できる限り膝を突き合わせて、真摯な態度で、地元に向き合っていただきたいと思っています。ありがとうございます。もう一点コロナの話なんですが、国の臨時交付金が計3億円あって自治体に分配されていると思うんですが、内閣府の使い道の目的の使途もざっくりしたものではあるんですが、一方で財務省が、これコロナ対策なのかと首がかしげるものもあるというようなことを今月発言言っていて、で県としても11月予算にもさまざまなさっきの金の話も含めて、交付金を当てるということになっていると思うんですが、知事としてその交付金の使い道、県民に理解、国民に理解を求められるかというところで考えを聞かせていただけますか。そうですね、これは財政運営の話でもあるんですけれども、いろいろ我々が予算を組むときに、まずコロナ対策として直接やる部分について、例えば交付する部分というのはあるんだけれども、そのほかに、コロナ対策としてどうしてもやっておきたい事業というのがあって、もうそれこそ一般財源でもやりたいという事業があったときに、ただ、コロナの臨時交付金が当たるのであれば、もちろんそれを充当してやっていきたいって思うのは、佐賀県庁として自然だと思うんですね。でそれで、それは交付元の内閣府がそれは当たらないということになれば、それは一般財源でやるということになるんだけれども、我々としてはもうできる限りそれは大切な佐賀県の財政運営なので、できる限り国の交付金が当たるものについては充当していくという姿勢でこれからも臨んでいきたいと思っています。で、我々が基本的に予算の見積もりなので、
財源って変わることもあるし、我々としてはあくまでもこれは交付金が当たると思って見積もっているものでもあっても、それはさまざまな経緯の中で、振り返ることっていうのはままあることなので、まあ、我々とすると今コロナの交付金を当てようとしているものについては十分コロナ対策として必要な予算だと思ってやっているということです。はい、以上で新聞記者会見終わります。ありがとうございました。